京都エアーラウンジ、お送りしたのは石川浩二さんのナンバーです。本週9月26日にリリースとなりました。あ、なりますね、これからなります。ニューアルバムセンスからココナッツジュースでした。さあ、スタジオにですね、この時間石川浩二さんをお迎えしています。こんにちは、石川浩二でございます。はい、うん、今のあの歌ってた人間です。そうですよね、はい、うん、初めまして。初めまして、お願いします、うん、何度もあれですね、ま、その人と人とのこの、うん、壁みたいなのが全然ない方ですね、石川さんは。言われますよ、よく、うん、だからね、僕ずっとさっきまで、はい、一応今日4時入りだったから、ね、4時、今までですよ、はい、今ココナッツジュースかかるまで、はい、ずっと控室でずっと声だけ聞いてたんですよ、松本さんね。 ありがとうございます。で、あの時々ほら英語の発音とか入ってくるじゃない、はい、あ、だから最初、まあ、聞いたからずっと気になってたわけよ、はい、何者だと、ね、どこの国で、はい、あの何人ぐらいいたのかなみたいなのとか。僕純日本人なんですけど、海外に行ってそうな感じの発音でしただと思った。あ、嬉しいです、うんうん、で僕も毎回あの会うたびに聞かれることだから、あ、話合うだろうなと思ったの。あ、それぞれじゃあ、うん、石川さんね、あの、まあ、フィリピンでも活動されてるってことですけども、そうじゃあ松本っていう人間はどこで生活しててとか、そうだから僕あの、はい、学生時代アメリカだったから。あ、そうですよね。そうそう、だから、はい、なんか人と会うと、はい、どこの国で何、あの、何人いたのとか聞くの結構一般的なんで、はい、っていう話から始まるかなと思って。いやいやいや、本当に僕このアルファステーションから、まあ、そんなに遠くないところに、実家もそうですね、伏見っていうところに住んでますし、まあいいや、松本さんのことはみんな聞いてるから僕のことを言った方がいいんだね。はい、わかりました。石川浩二さん、1978年仙台市に生まれたシンガーソングライターでして、うん、で、まあミュンヘン、旧西ドイツのミュンヘンで仙台にて幼児期を過ごした後、先ほどおっしゃってましたニューヨーク、ロサンゼルスにて学生生活を送られて、うん、で世界50カ国以上旅されて、でフィリピンのミュージックシーンでプロデュース活動を行って、現在は日本とフィリピンにて活動中ってことで、うん、ちなみにフィリピンには1年間に大体どれぐらいいるんですか。ね、去年末ぐらいに、はい、部屋を買っちゃって、あ、へー、もう通い詰めて今年でちょうど10年ぐらい経つんですよ。で去年なんかのタイミングで部屋を買っちゃったもんで、はいはい、今はね、今年はちなみに日本とフィリピン大体半分半分ぐらいなんですよ。半分半分ぐらい、うん、今年は。へえ。それで、はい、部屋買っちゃったからで、僕今仙台にも部屋借りてて、持ち家ははい、フィリピンにあるんですね。フィリピン持ち家、持ち家仙台にもあって、は借家なんですよ。あ、日本は。だから、なんか、うん、いや羨ましいかどうか分かんないけど、なんかちょっと中途半端っていうかね、はい、だから毎月1回ぐらいは通ってるから、はい、毎回関空経由だから、関空そう関西は通ってるから、はい、ちょっとなんか番宣やらせろってことで、はい、ここに入れされてたっていう、うん、そんなぶっちゃけ話別にいいんですよ。そうか、ちなみにそのフィリピンで音楽活動を始めようと思ったきっかけみたいなんて何だったんですか。きっかけはね、とりあえず、もう今回で6作目になるんですけど、僕 の石川浩二っていう名義での作品はね、はい、で全部フィリピンで制作してるんですよ、僕。あ、1作目からもずっと、はい、もうこのスタンスは今のところまだ変わっておらず、で全部フィリピンのミュージシャンで、だけどその販売は日本というね、日本語で歌詞は書いて、はい、っていう活動、そのスタンスは変えておらず、はい、何かっていうと、フィリピン のミュージシャンはね、うん、話がしやすい、音楽についての話がしやすい。というのはどういう理由ですか。向こうはね、はい、もともとそのね、アメリカの植民地だった時代が長かったから、ね、アメリカ音楽に対しての理解がすごい、もう根付いてるわけね、向こうね、はい、うん、だからこう勉強してこう学んだものじゃなくて、うん、もう体から染み付いてるから、そういうグルーヴっていうのが、だからこういう音楽やるよって言ったらもうすぐにそういう、もう演奏できるんで。あ、へえ、そうなんですね、うん、コミュニケーションがしやすいっていうのがまず一つ、はい、大きなミュージシャンとしては大きなメリットでしたね、最初。うん、そのじゃあ現地のアメリカではなく、違う、フィリピンっていうのは
フィリピンはね、フィリピンで、また OPM っていうんだけど、オリジナルフィリピンのミュージックっていうんですけど、これはこれでまた別のジャンルとして、確立されてるんですよ。同時に、アメリカのトップ40とかも、同時に、普通にこうやってラジオとかでも、かかってるような、ちょっと変わった状況。はい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 。ちなみにフィリピンの音楽っていうのはどういう感じなんですか？でもね、フィリピンの人も面白いことに、向こうはタガログ語っていう言葉があるんですけど、英語も喋るんですよ。英語も一応公用語なんですよ、はい、で僕はタガログ語できなくて、僕英語でずっと向こうの人で喋るんですね。あ、はい、でこれがおかしいことに、はい、向こうの人タガログ語でも歌詞書けるし英語でも歌詞書くんですよ。へ、曲によって曲作るときに、はい、言語を使い分けるんです。なぜかそれはなんかその何でしょう、伝統的なことを歌いたいときはタガログで、あれ何なんでしょうね。多分あれなんだと思う、伝えたいメッセージの度合いなんだと僕は今でも思ってる。だからよりローカルな、はい、ローカルな気持ちだ、ローカルな気持ちってなんか難しいけど、うん、あるんじゃないですか。多分京都でも、うん、京都の人間じゃないとわからないなんか気持ちみたいな、ローカルな、はいはいはい、そういう場合多分方言で喋るでしょ、うん、だけどもっと幅広く喋んないといけないと思ったら、多分もうちょっとこの標準語というか、うん、みたいな、そんな感じなのかな。英語とタガログ語の使い分けは、あれから見てると。なるほど。確かに僕も普段ラジオ DJ の時は、まあ、基本は標準語なんですけど、うん、やっぱり出ますしね。出るんだ。 今なんかももうこれ出てるね、今ね、関西弁ですしね。出てるよ出てるよ、うん、なんかちょっと出ると照れますね、なんかね逆に照れる。うん、はい、あ、なるほどなるほど。そうか、じゃあそういう理由で、まあ、まあ日本とフィリピンで活動されてるということなんですね。そういうことでございます。そうですか、はい、で、今週9月26日にニューアルバム、うん、センスがリリースとなりますけれども、うんうんうん、まずこの9月26日、まあ、金曜日ですけれども、うん、いわゆる日本のねリリースで結構アルバムなんか水曜とか多いじゃないですか。多いんですよ。ああ、そう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 、はいはいはい、戦略的にはね、うん、26っていうのはなんかまだ26はたま、まあ僕の誕生日なんでこれね。なるほど。僕の36歳の誕生日なんで。おめでとうございます。うん、誕生日に合わせて、はい、誕生日を祝いたい人は買えよっていうことだね今回はなんとか発売日を誕生日に持ってこれたというね、はい、ついになるほど、そういうことだったんですね。それなら理由が分かりました、うんうんうん、なんでだろうな、フィリピンとのそのね音楽シーンとの関係があるのかななんて思ったんですが、じゃないんですね、うん、こういう戦略なんですよ、これは。本作は、まあ、実際に、はい、ハッピーバースデーソングって曲も入れてますしね、うん、だからまあいいだろうと、うん、まあそういう風にこじつけてます。なるほどね。で、まあ、前作ファンタジーから9ヶ月でね発売されます6枚目のオリジナルアルバムということで、作品について僕も聞かせてもらいましたけども、まあ最初の方はちょっと骨太なロックなのかなっていう印象があったんですが、途中からちょっとソウルな曲もあったり、僕一瞬、うん、全然関係ないかもしれませんけど、うんうんうん、ダニ・ハザウェイっていうソウルシンガーのマーヴィン・ゲイの What's Going On っていうのをカバーしたね、うん、まあ、曲入ってるダニ・ハザウェイのアルバム、うん、ライブっていうのがありまして、うん、それも言ったらちょっとこうライブ風にお客さんの声も聞こえるっていう、まあ、そういうアルバムがあるんですけど、大好きなアルバムで、うん、それを思わせるような曲がね、ちょっとわーって歓声聞こえたあったじゃないですか。あ、よく知ってますね。だから、うん、うん、そうそうそう、うん、それをね、僕すごく思い出して、あー、なるほど、そういう聞き方があったか、うん、うん、あー、なんか昔そういえば俺ダニ・ハザウェイのアルバムライブって好きだったな、ちょっともう一回聴いてみようかなってことを思い出してしまう、うん、まあ、ちょっとアルバムには関連してませんけども、でもそれちょっと後で俺チェックだな。あ、本当ですか。チェックする。うん、ちなみにどういう作品になったと本人は思われますか。本人的にはね、いや、はい、でもね、1曲目はロックンロールなことやってるでしょ、はい、で2曲目は割とアダルトコンテンポラリーなことやってたり、うん、はい、音楽的にはいろんなジャンルこうかいつまんでやってるんですよ、毎作、はい、はい、うん、だからなんだろうね、とりあえず一番こう恐れてるのはなんか一つのなんかカテゴリーにとらわれないことを目指してるかな、なんか、うん、なんかそこに入らないようになんか逃げたがってるのかな、自分は。逃げたがってる、うん、逃げたがってると思ってる、はあ、うん、なんか
カテゴリーに入れられるの、はい、なためにそういうなんかこういうイメージにとらわれるっていうことあるんですよ毎回、うん、そう思われるんだったらじゃあ今度違うことやろうっていうことで、うん、その結果いろんなジャンルを生み出してる感じかな。その自分の これがやりたいってのはもちろんあると思うんですが、うんうん、そっちとプラスアルファなんかこう俺ってそうカテゴライズすんなっていうなんかそういう反発心の方がすごく感じますね今なんか。そうですね、うん、反発心もかなりあるんでしょうねこれね。反発心チャレンジ、まあいい言葉で言えば、まあ、チャレンジ精神なんでしょうけど、まあ、それもあるし、まあ僕はそうですね、なんかとりあえずカテゴライズされるのをなんか避けてますね、 なんかね。うん、でもなんかすごいそれは感じるような本当にこう一枚の中にいろんなこう顔表情が見えてくるような作品で、うん、ただその中であの歌い方としてはすごい特徴的に感じたのは、うん、いわゆるその、まあ、メロディーをちゃんと追うよりも、うん、もうまず自分 その伝えたいメッセージがちゃんとあって、はいはい、でそれをもう多少枠から外れてもいいから伝えるっていうなんかそういうなのはなんかちょっと感じましたね。だからラップじゃないですけど、うんうん、こう歌の中に途中ちょっとこうなまあポエトリーリーディングでもないけどなんかそういうシャウト的な、うんうん、なんかそういったこう自由な表現を感じました。あのね、あの歌詞は大体でもあの歌取りしながら書くかな、あの半分つれなんだけど、はい、大体あのだいたいこうラフには書くんですよ、テーマ的なことはね、うん、でもあの言葉がそこに入るかはまらないかっていうのは、うん、歌い入れしながら決めるのこれ。あわかります。だからあの、はいはいはい、ボロとか、はい、あのそのメロディーにはまる言葉とはまらない言葉これやってみないとわかんないですよ、だからレコーディングも例えば楽器も一緒で、はい、とりあえずいろんなフレーズ弾いてみて、はい、あの OK テイク NG テイクあるんだけど、これもやっぱり言葉も同じで入れてみないと分かんないから、うん、その結果入れてみた曲が結構あるんで、うん、あのライブで歌わないと忘れる曲が結構ある歌詞自分で書いてるのに、うん、歌詞自分で書いてるというかその時のノリで歌ってるからね。なるほど。なんかそういう即興的な感じはちょっと感じましたね。なんか、うん、即興性もかなり入れてますね。でもよく勉強しましたねそこまでね松本さんね。いやなんか聞いててその、なんて言うんでしょうね、僕が例えばその石川さんのね、うんうん、曲で歌詞をはめるんだったらもう少し歌詞を少なくするかなとかいろいろこう、あのねそれはね、はい、日本語的発想なんですよ。だから、はい、これちょっと僕の独自のやり方なんだけど、はい、あの英語の場合ってあの1音に対して、はい、あの1単語じゃないですか。1単語とか、まあ、もう大体2音に対してもう1単語だったりするわけです。日本語の場合母音が全部にあるから、はい、1音1語になっちゃうんですよね。それを避ける意味ではちょっと英語的なやり方をやってますこれは。なるほど、うん、そういうことなんですね。そういうこと。あのこれはでも確かに自分で編み出した、自分でこれ編み出したなんかやり方でしたねこれ確かに。だから後ほどまた一曲お送りしますけれども、あのその日本語の載せ方っていうのはちょっと聞いてほしいなっていうのは。そうね、確かにそれはよくなんか気づいてくれましたねみたいなちょっと僕も忘れてたなみたいな忘れることはないでしょ。いやでも意識してないぐらいがちょうどいいじゃないですか。まあ確かにね、それはなかなかね、まあ、僕はでもすごい新鮮に聞かせてもらって皆さんにもぜひ聞いてほしいなって思いました、はい、9月26日にニューアルバム、はい、センスがリリースとなります、うんうん、どうぞ なんか言いたいことが今ありそうな、いやなんかもういいのかなみたいな、こんなしゃべってねみたいな。いやもう全然大丈夫ですよ、うん、でライブのお知らせもありまして、うん、コンサートツアー2014メイクセンス大阪、11月19日水曜日大阪梅田オールウェイズにて。どんなライブになりそうですか。これ久しぶりですか、ちなみにこの日本でっていうのは。まあうん、久しぶり、大阪でやるの3年ぶりになっちゃってたんですけど、はい、京都でもやらないとなみたいなね。ここ京都でもね、やってくださいよ、はい、うん、はい、だから予定は未定で、予定を入れるように頑張ります、はい、というようにしようかな。もうじゃあその京都のライブの前にまずはじゃあ11月19日、そうしましょう水曜日、そうしましょう
うん、梅田のオールウェイズで、うん、皆さんね石川さんのライブご覧になってください、詳しい情報石川浩二さんのホームページをねご覧ください。さて早いもんでそろそろお別れの時間になってきたんですけれども、うんうん、一言今お聞きのリスナーの方にメッセージをお願いしてもいいでしょうか。これね何て言いましょうかね、はい、今日はね何て言いましょう、まあ、とりあえず今日 の,、はい、松本さんが最初 の, 番組冒頭で言ってた、はい、なんだロバは水を飲ませる話ね、はい、あれ本当のことだと思うんですよ。言ったらその、ロバ馬っていった、そういった動物に対して水辺に連れていくことはできるけれども、うん、水を飲ますことは本人次第っていう。そうだから、これラジオ聞いてる人も受動的かもしれないけれども、はい、それをどう受け取るかどうセンスするかはあなた次第ですよっていうことです。そうなの。いやわかりました。すごくね面白い方なんですけれども、それではですね最後にもう一曲お送りしたいんですが、はい、曲紹介をお願いしてもいいでしょうか。これも、もうどう捉えるかは自由にということで皆さんの、自由に捉えてくださいということで自由であれっていうタイトルにしました。わかりました。京都ヤーラウンジこの時間は石川浩二さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。